こんにちは、加藤です。今日も始まりました100人100作品好評会。本日の出品者は内風呂さん。作品はこちら、愛用のカメラ。お好みの辛さは7辛でいってみたいと思います。どうぞ。愛知県在住の57歳男性です。40代の頃は仕事オンリーの生活でしたが、年を重ねた時に何か趣味を持っていたいと思い、50手前で写真撮影を始めました。主に花を中心にマクロ撮影や川セミをメインに野鳥撮影なども楽しんでいます。今回のコロナの影響でカメラ片手に散歩するのもはばかられ、自宅で鉛筆と紙があれば描けるデッサンを遊び半分で描いてみました。当たり前ですが思うように描けず、描き方の参考になるものはないかと探していたところ、ウニアトリエさんの動画に出会うことができました。本当に初歩的かつ基本的なことから丁寧にわかりやすく説明していただき、とても勉強になり、少しは自分なりに成長できたのかなと、書くこと自体が大変楽しくなっている今日この頃です。それは良かったです。1年後の目標、特に何かに応募しようとか正直ありません。写真もそうなのですが、自分らしさが出せるようになれたらいいなと思っています。はい、こういった目標の方、思いのほか多いですよね。展覧会とかで賞を取りたいっていう野望を持った方もいられますけれども、そうではなくて、自分自身のために、自分の楽しみのために絵を描きたいという、そういった目標、すごくいいことだと思います。解決したいお悩み、サイドの明るいものの明暗は取りやすいのですが、暗いものの中での明暗が取りにくく、特にモチーフが黒くて、かつ影の中でいくらかの明暗があるときに描き分けがうまくできません。まさにこれそうですよね。カメラって本体真っ黒の、一色真っ黒っていう感じのものなので、すごい難しいものに挑戦したと思うんですが、こういった黒いものの描き分けがうまくできないっていう方に、私がおすすめする練習課題なんですが、練炭ってご存知ですかね。こんな感じのものです。穴がいっぱい開いていて黒くて、炭を固めたもの、表面ちょっとつや消しなんですけれども、触るとこうやってね、粉が手にいっぱいつく、こういったものです。で、これを横にゴロンって転がして書いてみるもよし、垂直に立てて書いてみるもよし、結構黒くて、何でしょう、重くて、まあ質感がはっきりしたもの、そういったものを、まあ練習課題として書けるようになりたいっていう方は、これね、おすすめです。黒鉛に近い感じかな、黒い顔料を固めたような、そんな感じのものです。手真っ黒になっちゃうんで、そこら辺はまあ覚悟して取り組んでみてください。はい、ご意見。今回の好評会では、様々な方の作品に触れ、本当に勉強になりました。また自分より高齢の方でも意欲的に作品に取り組んでおられることを知り、まだまだ楽しんで頑張れそうです。勝手なお願いですが、100作品終わりましても、いつの日か再開されることを期待しています。写真も被写体が同じ花でも、人によってまるで違う捉え方をします。それはとても刺激的で新鮮で、楽しくて勉強になります。モチーフが全く同じものとはいかないでしょうが、同じカテゴリーのものをモチーフとして決めて、いろいろな作品が見られるのもいいかな、などと思ったりします、ということなんですが、確かにそういった一つお題というか、具体的な、今回はこれを皆さんで書きましょうみたいに決めて、どんな表現方法で作品が出てくるのかなっていう、そういった回も楽しいかなと思います。いつか実現したいなと思いますので、このご意見参考にさせていただきます。写真のインスタグラムのページはありますので、デッサンと関係ないかもしれませんが、追記しておきます。ということで、後でこの下の概要欄のところに内風呂さんのインスタのリンクも貼っておきたいと思います。はい、では早速作品そのものいきましょう。2日間に分けて合計6時間ということで、実際に描かれたサイズは F4 なので、もうちょっと小さい、原寸はもう少し小さな作品のようですね。なんといっても自分の相棒ですから、個体色がほとんど真っ黒、その中で明暗の描き分けももちろんですが、質感や量感、どれほど出せるものかチャレンジしてみたく選びました。いいですね、この自分の描きたいものにチャレンジするっていうね、まず何を描くのかって考えた時に、試してみたい、チャレンジしてみたいっていう、この意欲、すごくね、素晴らしいと思います。
できるかどうかっていうよりも、そのやってみたいっていうそのチャレンジ精神ですよね、が素晴らしいなと、これ見せてもらって思うんですけれども、やっぱり使い込んでいる、使い慣れている、大事に愛おしくね、モチーフのことを思っている、そういったものを対象にしているので、単なる借り物のモチーフというか、先生が決めて出題したモチーフに比べて、なんか思い入れが感じられる、愛おしそうに鉛筆のタッチを重ねている、そんな作品だなと、なんかね、作品からじわりと印象が伝わってくる、そういった作品になってるなと感じます。特にこのレンズなんかはね、作者が大事に描いてる感じね、伝わってきますよね。5月の初めからデッサンを始めて、本当に初心者です。ウニアトリエさんの動画を見て初めて殺筆なる道具を知ったりとか、ああ、そうですね。殺筆ってなかなか馴染みないですからね。道具紹介とかじゃないと知る機会ないかもしれないですね。今回のモチーフで苦心したのが、暗部の表現もそうなのですが、ロゴ、特に白抜きの文字、あちこちにありますね。を字として見てしまい、絵としてどう描けばいいのか分かりません、難しかったですということですが、このね、白抜きの文字というよりも、まあ、文字レタリングを描くときに気をつけるべきポイントというのは、別にレタリングの描き方、のポイントみたいな動画前にアップしてますので、そちらも、このちょっと上の方かな、リンク貼っておきますのでご覧になってください。曲面に書かれた文字の捉え方、もしくは平面、斜め横から見た、これなんかまさにそうですよね、斜め横から見た平面に書かれた文字、レタリングの書き方、参考にできる動画あるかと思います。これからも楽しみながら、毎回の新作が自分史上最高傑作となるように学んでいけたらいいなと思っています。一枚一枚をこう積み重ねて上達していくのをね、目標に頑張ってください。加藤先生も健やかに過ごされますよう、ご活躍をお祈り申し上げます。ということで、ご丁寧にありがとうございます。ではじっくりとこの作品見ていこうと思うんですが、第一印象ですが、まずこのレンズに目が惹かれます。カメラのレンズに対して非常に執着心があるというか、大事に思っている、そういった感じが作品から伝わってきます。何かこうね、レンズに見る人の目が吸い寄せられるような、そういった作品だなという印象を受けました。形がまあ合っているかどうか、怪しいところいくつかあるので、形状面で、形の面で、ここがピタッと形が合うと、より見る人が安心して見れる、力強い表現になるんじゃないかっていうところを指摘していきたいと思います。まず、ボディがあってレンズが刺さっている、まあ、簡単に言うと円柱が刺さってるっていう単純形として見ていきますね。こんな感じに、なると思うんですが、なんとなく今私の書いていた手順わかりますでしょうか。まずボディを単純化して四角っていう風に見立てています。そこのどこかが中心で、ここからここを中心にレンズがブスッとぶっ刺さっている感じ、そういうのをイメージして単純形態2つ、直方体と円柱に分けてみました。で、こうやった時に光が左上から当たってどこに影ができるのかと考えて描いていくわけですが、まあ主にこういったところ、こういったところに影ができると、これを頭の中にしっかりと置いておいてほしいんですね。あとここもちょっと暗くなるか、まあなんとなくですけども、こんなイメージでしょうか。左上から光が当たったら右下の側面、それからフードがある場合はその内側とその影ができるところ、いう感じになると思います。で、こういった単純化した形態を踏まえてもう一度この作品を見てみると、今ですね、まず形の上でちょっとね、このレンズ本体のここを中心とした、多分こういう軸が
想定されるんですけど、この軸に対してこの円筒形のカーブがちょっと歪んで見えるかな。この辺がちょっと膨らみすぎていて、こっちがちょっと痩せすぎている、本当はここに綺麗な楕円が来てほしいんですけれども、少し形が歪んで見えているのが形の上でちょっと気になる。そして、光が当たった時にこの辺影になると思うんですが、影の中の微妙な明るさがちょっと明るすぎるせいで、光が当たっているところとそんなに色の差がなくなっちゃっているのが、立体感が強く表現できていない理由というか結果になります。確かにこのね、艶消しというかなし地の黒いプラスチックのボディって光を当てた時に影がすごく分かりにくい、こんなにはっきりとですね、どちら側に影ができるっていうのが分かりにくい、そういった材質感だと思うんですけれども、まず最初に頭の中にそのどちらの面だから影の仲間に入るとか、どちら向きの面だから日向の仲間に入るっていうのを強く意識して始めるといいと思います。あともう一点特に気になるのが、このロゴマークというかキャノンとか、まあ、EOS とかマーク2とかあるんですけれども、これらのロゴマーク、レタリングの文字がくっついているそのベースのところですね、送っていただいたこの写真を見ると結構曲面っていうか手の形に、まあ、持ちやすいくするために曲面のデザインのようなんですが、結構ね、正面から見た写真、これ別でプリントアウトしたんですが、一応こう水平に文字が並んでいる。で、曲面ではあるけれども、まあ、正面から見たら水平に並んでいるような、そういった、レタリング文字だと思うんですね。なので、この、斜め横から見た時も、斜め上から見下ろしてる場合に、この文字が、そのボディになる四角い、ボディのどの面と平行になってるのかっていうのをもうちょっと意識するといいと思います。ちょっとね、バラバラな感じがするんですよね。この文字はこんな風に、この文字はこんな風に、この文字はこんな風に。ちょっとその向かう先が、バラバラな感じがするので、まずはベースになる、まあ、垂直面、水平面みたいな基準になる面に対して、ちゃんと合っているかどうか確認するようにしましょう。特にこの2つの文字は正面向きのちょっと傾いている、ぎゅーっと曲面になっているところにこう張り付いている文字だと思うので、捉えにくいとは思うんですが、気をつけてください。あとね、見るとね、このマーク2のストラップについている文字なんですけれども、比べてみると、この面がですね、こういう曲面に沿って、文字が並んでそうなんですが、ちょっとね、向きがベースになるその文字が並んでいる元になる形が扇形のように広がって、そこに文字が並べられているような感じがするんですね。ここはちょっと気をつけた方がいい点だと思います。テープ状のリボン状のものに、文字とかレタリングとかされている場合に、この写真とは視点違うと思うんですが、多分こんな風に見えていた、揃って見えていた位置だと思うんですね。おそらくこちら側が手前で、こちら側が奥側っていう、こういう奥行きを感じさせる向きに文字が並んでたと思うんですけれども、こうなるとこちら側が手前でこちら側が後ろ、ちょうど逆向きだったらこういう可能性もあるんですね。扇形に見える見え方。でも多分この写真からするとこんな向きなんじゃないかな。いや、でもこっちが手前の感じに見える。多分これ外側というか上向きの面なので、多分こんな感じで、こちら側が手前、こちら側が奥っていう風に潰れているストラップだと思うので、ここ気をつけてください。形の面ではそんなところ、明暗で言うと影の中の明るいところが少し明るくなりすぎているっていうこと、
あと質感を表現するためにこう実際プラスチックのこうちょっと艶消しというかなし地のボディだと思うんで、その質感出すの難しいと思うんですが、もうちょっと影の中は髪の目を潰してあげた方が、こういう光と影の境目、光が当たっているところ、あとハイライトのところ、ピカッと光っているようなところが材質感、テクスチャーを感じさせる表現になるかと思います。あとタッチの向きについて、もうちょっと面の向きを意識したタッチを重ねるといいんじゃないでしょうか。具体的に言うと、ここ、曲面で構成されてますけれども、上向きのこういった面、方向で言うとこういう方向性を感じさせるタッチに対して、垂直に近いタッチ、手前から奥へ向かうタッチ、それぞれ面の向きに沿ったどっち向きのタッチが、合ってるかって考えたときに、強調すべき方向を意識するといいと思います。こういう向きを強調した方がいいのか、こういう向きを強調した方がいいのか、強調したい向きによってどちらを強く見せるのかを作者が判断していってください。このタッチの向きによって見る人が感じられる、感じ取れる面の向きっていうのが変わってくるんですよね。例えばこの下のフードの下の面を見ると、結構ねこういう向きに感じられているんですが、この絵から。でも実際はこういう向きじゃなくて、もうちょっと寝ている、こういう角度を見る人に感じさせられるともっといいと思うんですよね。面が立ち上がって見えてきているところが何箇所かあります。立ち上がって見えるっていうのは、実際はこの角度なんだけどこういう角度に感じられる。そういった時は描こうとしているタッチの向きがもっと寝ると、実際の面の向きに沿ってタッチが入れられると、より角度を実際のモチーフに合わせた角度に合わせられれば合わせられるほど、その角度が見る人に伝わる、感じられるようになると思います。で、この辺は特に、実際の角度とちょっとずれている感じがするので意識してみてください。あと、まあ、ここもそうですね。ここも、その角度がちょっとこう傾いてきているせいで、文字の並びがずれているような感じがします。形と明暗についてお話ししましたけれども、これがそのお休み期間に初めて書いたデッサンとしては、集中力の高い作品だなと思います。さすがに自分の愛機だけあって、大事に、愛おしそうに書いてるっていうのが作品から伝わってきますので、こういった形の狂い、そして面の向きに沿ったタッチっていうのを意識して、またこれからも作品を描き続けていってほしいなと思います。遊び半分で描いてみましたとおっしゃっていますけれども、デッサンって最初そんな風に気楽な気持ちで始められるのいいと思うんですよね。で、描いていくうちに本当はもっとこうしたいのにできないっていう自分の中でのストレスというか、こうしたいけどできないっていう具体的なできないことがはっきりしてくると思います。で、その気持ちができないっていうコンプレックスが強ければ強いほど、能力を手に入れるスピードが速くなっていくと思いますので、そこは自分の上手くなるための餌というかね、目の前にぶら下げられた人参だと思って楽しみつつ進めていってほしいなと思います。はい、今日の好評は以上になります。さて、いかがだったでしょうか。ウニアトリエではこのような好評動画、デッサンの書き方、レクチャー動画などを毎日配信しています。この動画が役に立ったという方は、チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。この動画内で作品を公表してほしいという方は、下の概要欄に LINE 公式アカウントのリンク貼っておきますので、そちらに登録の上連絡をください。あと10作品くらい募集をしたいと思っています。ご応募お待ちしております。今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。